まずですね、一番最初おかけするのこのフルートの CD なんですけど、これはどういうソフトかというと、まあ、広いホールの、にですね、フルート奏者が一人いてフルートをついていると、これを波の電波の状況で言うとですね、波がない鏡のような水面の一箇所から波紋を起こしたような状況ですね。でここから波が広がっていって縁に反射してまた戻ってくる。要は、フルート本体から出てる音と反射してきた音、まあ、これがですねきちんと再現されると、ホールとフルートのですね奏者の位置関係、要するに位置情報が正確に再生されます。スピーカーのですねウーハーミッドレンジついた、これ の音が出てくるタイミングがきちんと合ってると、この位置情報は明確に再現されます。なおかつこの例えばバスレフから出てくる音ですとか、このキャビネットの鳴きですね、これがあまりにも元の音に対して違うタイミングで出ていたり、あるいはこの鳴きが大きいとこの位置情報というのは不明瞭になって、一般的に言う定位というのが悪くなります。このまず位置情報の再現層ですね、この4つのスピーカーで比べていこうというふうに思います。ではまず最初に TAD のですね E1 をかけてみます。では同じソフトをですね、B&W の802ダイヤモンド、これで鳴らしてみようと思います。
のムジークのですね ME106 これで聞いてまあ、あの今までのところでですね、まあ、これあのマイクとフルートの位置っていうのは、実際には変わってないんですけど、スピーカー変えるとですね、あのフルート奏者が近くで聞こえたり遠くで聞こえたり、まあ、E1 はちょっとオフマイクちょっと離れたところでフルートの音と部屋の音っていうのがですね両方、まあ、あの非常に具合よく聞こえて、で802になるとそれがちょっとフルートに近づいて、まあ部屋の響きよりはあのフルート奏者のフルートの音がやや大きく聞こえる。で ME160 になるともうあの楽器の音は聞こえるんだけど部屋の音ちょっと聞こえにくくなって、逆にその楽器のノリとかですねフルートの音の魅力的な部分っていうのはこれはあのすごくよく出ると、まあ、そういう違いがですねこの3つのスピーカーで感じられたかなと思うんですけど、まあ、901だとそれがどうなるかということで、最後901ちょっと鳴らしてみると。Thank you.
う感じですね。まあ、キンバーリッジはそのあの位置情報的なものも楽器の音色的なものも、まあ、あの両方ですね、両立させてうまく再生してるんじゃないかなというふうに思います。じゃあもう一度スピーカー、今度はですね、ME160 に戻しますね。で次はあの、まあ、スピーカーのですね、あの音のテストをするときに、まあ、いくつかのテストを私はするんですけれども、今みたいなあの位置情報のテスト、まあ、要は音が、音の時間軸上のね、例えば高音が先に出てくるとか中音が遅れるとか、まあ、そういうことがあるとですね、あの位置情報的なもの、まあ、一般に定位と言われるものがきちんと再現されないし、楽器のですね、それぞれ の, あの音の特徴っていうのも再現されにくくなるので、まあ、今のようなですね、非常にあの単純に録音されたソフトを使うことで、その、音に対する精密な応答性ということをまずテストします。で、次にまあ、こういうタイタニックみたいなソフトを使って周波数特性ですね、低い音から高い音までどれだけきちんと出てるのかっていうテストをします。再生、周波数帯域なんですけれども、この ME160 が 40Hz から 25kHz で、これがですね、再生周波数帯域の下がですね 6Hz 下がって 34Hz から、上は 50kHz、28kHz で、E1 がですね、さらに再生周波数帯域の下限が 6Hz 下がって 28Hz から、これはまあ、 50kHz、100kHz までフラットに出ると。で、この、901KA は、まあ、ウーハの口径も大きいので、これは 25Hz から出ます。まあ、これとは 3Hz の違いですけどね、25Hz から出て、上は 25kHz と、まあ、周波数特性の違いがですね、音楽の再生にどのように影響するかっていうテストを次にやってみようと思います。おかけするのはタイタニックのですね、 SACD ですね。これはかなり低い音から、あの結局ね、かなり高い音が入ってますので、スピーカーの再生周波数帯域の違いをですね、テストするには十分かなというふうに思います。ではまず ME160 から聞いていきましょう。
802ダイヤルですね。低域のですね、あの再生周波数帯域の下限がですね、40から34と、あの6ヘルツだけ下がります。中高音の部分はですね、まあ、それぞれにあの違いがあるんですけど、まあ、位置情報的なものはあの、まあ、先ほどと同じようにあの M160 より802ダイヤモンドの方があのきちんと出る。ただまああのこう例えばボーカルとかあの声のですね質感とか艶っぽさっていうのは、まあ、M160 もかなりいいところがあったんじゃないかなと。やっぱり低音が入ってきた時にあの実際にあのたった 6Hz なんですけど、その低音が出てる出てないの差っていうのはその音の広がりですとか音楽 の, その雰囲気の沈み込みとかっていう部分にあの少なからず影響しているということはお分かりいただけたかなと思いますね。次はタドの E1 ですね。さらに 6Hz 下がって、低域の限界 28Hz です。これで、タイタニック聞いてみようと思います。
最後にタイタニック、このアクティブ型のですね、901を聴いてみます。今のタイタニックで比べたんですけど、低音ね、タイタニックっていうのは打ち込みで作られた音なので、これは実際にスピーカーがですね、その周波数を再生しないと僕たちは低音を感じたり低音を聞いたりすることができないんですね。でも一般的なアコースティック楽器の音、例えばウッドベースっていうのは低音だけじゃなくて、まあ50kHz を超えるようなね、非常に高い音まで倍音っていう状態で入ってます。でこの倍音が形成されるアコースティックな楽器の場合、上の倍音がですね、例えばバイオリンとビオラとチェロと、コントラバスって同じような楽器でサイズが違うんですけど、仮にこれをですね全部 100Hz から下を取ってしまって、上の倍音の部分だけで聴き比べたら同じに聞こえるのかって言ったら、これはやっぱ違うんですよ。コントラバスはやっぱりコントラバスの音に聞こえるんですね。で人間っていうのはそういうものを覚えてるので、例えばスピーカーの下の音がですね実際に出ていなくても、コントラバスの上の音がうまく出ていれば自然に下が聞こえちゃうという、まあ錯聴の一種なんですけど、これは学術的に研究されて認められてるんですね。だから今電子音でやった場合はその錯聴が錯覚が起きないので、ストレートに出ますけど、今度はウッドベース、ノラ・ジョーンズのでありますから、ウッドベースをかけた場合に、実際にこの、4つのスピーカーのですね、
再生周波数帯域の加減の違いがですね、音楽の、まあ、低音感とか、低音の厚みとか、そういうものにどの程度影響するのかっていうのを聞いていこうと思います。ではもう一度こう ME160 から、聞いてみようと思います。ノラ・ジョーンズ、これ SACD の方で1曲目の、1曲目タイトルになるかな。ノラ・ジョーンズ1曲目、これは Don't Know Why ですね。これを、まず M160 から聴いていこうと思います。
don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Instead of kneeling in the sand,
catching teardrops in my hand. My heart is drenched in これが一番低音が出ないっていう感じではなくて、まあ、それぞれにやはりあのスピーカーの音の個性っていうのが感じられたと思います。まあ、やはりこれはマルチアンプっていうか、ウーハーはウーハー、スコーカーはスコーカー、ツイーターはツイーター、まあ、それぞれが電気的に干渉しない状態で鳴らしているので、やっぱり音の純度とかね、やっぱり低域の力感とか、そういうものはやっぱりこういうパッシブ型よりも一歩ですね、違うポジションに似てるかなっていう感じがしましたね。では今までのですね、位置情報、それから位置情報、それから低音の再生、あと楽器の音色感、そういったものの総集編としてですね、シェラザードのシンフォニーをですね、この4つのスピーカーで、数分間聴き比べていこうと思います。では一番最初、この ME160 からシェラザードをちょっとかけていこうと思います。でまあ、スピーカーの比較視聴なんですけどね、まあ、結構こう公共曲ってよく使われるんですけど、まあ、お客さんも持ってこられるんですけど、基本的に公共曲で、スピーカーの音を把握できる人っていうのは、まあ、ほとんどいないです、まあ、プロの指揮者ぐらいじゃないと。あれだけ音がたくさん入ってると、どの要素がどう絡んで何がどうなってるかっていうのを分析するのはもう一般の人にはほぼ不可能です。だからバリエーションの違う演奏として聞こえちゃうので、スピーカーの個性というよりはどの音が好きか嫌いかになってしまうので、なかなかそれが自宅に持って帰ったり、違うシステムでアンプとかを変えたりした時に、あの時の音と全然違うということになるんですけど、まあ、これは当然そのようなことが起こり得ます。ところが今みたいな例えば位置情報に関するテストとか、低音の 再生周波数とか、こういうものは非常に基本的なものなので、これはどこへ行ってもですね、それほど変わらないです。で、まあ、こういうソフトをですね、3種類ぐらい聞くと、持ってるソフトがですね、全体的に例えば100枚がどんな音で鳴るかっていうのはある程度想像できるようになってくるんですけれども、まあ、これ結構熟練しないと難しいかとは思うんですけど、やっぱりあまり複雑じゃない、例えば楽器の数が少ない、しかも一つのマイクで録音された簡単なソフトで聴き比べていただく方が、スピーカー の個性の把握っていうのはやりやすいというふうに思います。では、まあ、総集編としてスピーカーの個性の聞き分けっていうよりは、
実際に、まあ、あの一般的なソフトがですね、それぞれのスピーカーでどのように鳴り方が違うのかということを確認するためにこのシェードザードをかけてみると思います。で、まあ、あの一番こうシンフォニーが分かりにくいって言ったのは、まあ、モノラルのシンフォニーならまだいいんですけど、あのいっぱいマイク使われているので、どのマイクの捉えた、どのマイクがどの楽器の音のを捉えて、その音がどう広がってるかっていうことを頭の中で特定したいんですけど、こんなにぐちゃぐちゃにされるとやっぱり我々ではちょっと無理で、で、まあその中でもフィリップスは比較的あのその位置情報とかがあまりぐちゃぐちゃにならないと録音されているので、まあワンポイントステレオ録音 の、 あのデノンが出しているあの新世界とかね、ああいうソフトはいいと思うんですけど、まあそうじゃないマルチマイクで録音されたソフトの中では、まあ、フィリップスのレベルが比較的あのそういったものに対して配慮されていると思うので、このフィリップスの録音のシェラダをザードをですね、この3つのスピーカーで聴き比べていこうと思います。リアクションをかけてみようと思います。Thank you.
では次はですね、ビアンドアートの80で同じと見てみようと思います。では次タトゥーの岩ですね。
では ME901K ですね。前半のこのスピーカーの聞き比べ、終了させていただいて、まあ、しばらく休憩した後にこの ME160 と、ME901K ですね、これ の、 あの違いをですね、さらに聞いていこうというふうに思います。お茶の用意とございますので。